はいどうも皆さんこんにちは、こんばんは、とっちゃんです。さあ今回は MI1 トンプソンを合成して作ってきました。最近MP5 のリベリオンとかが、これリベリオン系統の合成グループなんですけど、これが安く売られてたんで作ろうと思って作ってきましたが、しかしなぜかね、射程距離が伸びないんですね。この武器46まで上がると、これ何回やってもこれしか上がんなくて、ちょっとねこれは難しいなということで、ここで一旦止めました。まあ、何か反動抑制とか射程距離が伸びる武器があるんだったら教えてください。他入れてもダメだったんだよね。一応これが AMP5 系のリベリオンを入れた限界値かなというふうに思います。というわけで今回こちらの MI1、トンプソンやっていきたいと思います。はい、というわけでやっていきましょう。ちょっと最初間違ってね、F2000 持ってきちゃったんでやられてきました。とりあえずね、この武器かなり動きは軽いですが、しかし横謎の横ブレ、グローザのような横ブレがあるんで、ちょっと扱いが難しいかなと。うわー、今の落としたかったな。かなりダメージ入れたんだけどね、今ね9割カットしてましたよ。ただなんかすごいね軽い。あ、違う、これズームできるんだ。へえ、使わないと思います。絶対使わないと思う。ただただでも連射力が 13.9。 おお、これ100削ってたらすごいけど、味方が削ってくれてただけですね。取り出しが早いな、これ。ほら、これは優秀だと思う。私が早いのは非常にいい。落とせない。まあ、これが現状。さあ、5割カットしかしない。射程が多分短すぎると思います。あと、防弾貫通が低いので、まあ、しょうがないんですけど。もうちょっとあればね。あ、弾数欲しい。ああ、弾数が欲しい。11発じゃ多分1人しか倒せんな、今の。もうちょいあればな。落ちないか。多分ばらけてんな。おそらく集団がちょっと悪くて、今当たってないんだと思う。飛ぶよねー。この横ブレ倒した、これ MP5 の横ブレ入っちゃってんのかな。ちょっとよろしくない。あんまり良くはない横ブレ入っちゃってるよね。画面がグローザのようにブレてんもんな。あ、連射が早いよ。 13.8 ある。アクティブだね。アクティブに動くね。あ、やられる。ダメージ見る限りすげえいいとこ取りしてるようにしか思えないけど、これ俺の中では。あ、弾がない。どっち相手もないでしょ。追っかけるから。飛ぶでしょ。飛ばないか。飛ぶでしょ。あ、飛ばない。頭ダメ10ぐらいしか入ってないんじゃない、これ。15とか20じゃない。めちゃめちゃ低いと思う。結構今頑張ったと思うけど、絶対入ってないですよ、ほら。頭ダメは優秀じゃないんですよ。もう知ってるよ、そんなの。使ってて面白いな。なんか新しい境地。あ、終わっちゃった。実際いいとこ取りだね、これ。マジでいいとこ取りしてる。さあ、行きましょう。ちょっとセンター査定行ってこないと。相手方々のセンター査定に行ってきます。まず第一関門、ここのグレネード来ない。あ、ダメですね、もうこれ。やっぱここでグレネード投げれないようじゃね、ダメなんですよ。これですよ、もう。そう、今回は俺、持ってきたんだよ。そう、いつもね、持ってくの忘れてるから、持ってきたんですよ。来ないかな。もう待ってますんで、こちら。いやー、これ落ちねえの。マジで。ちょっと待って。1、2、3、4、5、6。6発当てて56。全然入ってねえじゃん。頭に入れなきゃいけないよ。確実に勝てると思ったもんだって。だから俺無理だと思って一回引いたからね。マジで。
ちょっと信じらんない。まあ、でも防具貫通が確か15なんで、しょうがないっちゃしょうがないんだけどね。ここのかすったグレネードと同等レベルじゃん、これ。ね。なんならこっちがちょっと優秀で、防弾持ってくからかなり。いや、もったいないっすね、今の。勝ちたかったんだけど。さあ、今度は直でここぶち込みます。おい。あ、ごめん。もう二度とやんねえわ。あら、もうそんなお前行っちゃって。え、ラグってたよ。今絶対ラグってたよ。さあ、私ここにおられますよ。だいぶ味方さん攻めてるよ。これいるよ、多分。いない？これ後ろに釣られてねえかな。え？頭入れたぞ今。もう一人いる、もう一人いる。あ、ミスった。まあいいや、黙々に、とりあえず黙々にできれば。後ろ後ろ。おお、弾ねえんだ。いや、もうそこしかないよね。ナイス。近距離待って、近距離で、あ、でも77入ってんじゃん。2発落としていけねえのかよって感じだけど。まあでも、あの、ギャラクシーよりは入ってるからね。MP7 ギャラクシーで。あれよりは入ってるから、確実。間違いなくね。手榴弾標的前方に手榴弾。今だ。手榴弾標的。マジ。ああ、カマ。逃がしたな、完全に。じゃあほなさいなら、あの鹿として行かせていただきます。味方が後ろにいると思ってれば、こっから来ると思わないよね、なかなかね。裏取りして勝ってるだけな気がする。まあ裏取りしてもタイマン勝負みたいになってるけどね。だいぶ小技というかね、小賢しいテクニックを使ってるような感じもしますけれども。さあ、かなり前面まで行っちゃいましょうか、ニガは。この字さっさと取りたい。ほい、飛んでくれ。あら、入っちゃいましたよ。入っちゃいましたけど。あ、やべ、変化球かけちた。あぶねえ。あ、そっちにいたか。俺ここだと思っちゃった今。ミスった。さすがに勝ちだと思いますね。25秒以内にね、攻め込みでないと負けないと思うんだよな。ナイス。あとは隠れてれば大丈夫。さあ。あー、素晴らしい。よかったね。つうか、ローヘルで。珍しい武器使ってる。さあ、4対1でございます。センターいけちゃうんじゃない？ああ、そっちのカバー早い。ちゃんとしてるわ。ちゃんとしてるわ。
これね、壁抜きじゃなかったらもうちょっと入った。あ、入んねえな。大した入んねえでも。基本的にやっぱこんだけ使うね、弾はね。40あっても射程が短いからね。HP がさ、もう AP か。アーマーポイントがないのに、これしか入んないってことはそういうことなんだよ。だから連射力で勝ってる感がある。少しね。ごまかして使ってる感じだよね。だ本来これ7点なんだ。だこういう武器ってやっぱ PP2000 とかギャラクシーとかみたいにめちゃめちゃ集団がいいっていうような武器じゃないと成立しないよね、武器として。めちゃめちゃ集団良くて連射力があれば、あと射程が長いとかだったらすごいダメージは入るのに、じゃないとやっぱり勝ちづらいと思うんですよ。なんだかんだスコアが入ってる。そしてラッキーラッキー。さあさすがに勝てると思います。この状況は罪だと思う。どっちが決める？こっちだな。大丈夫か？大丈夫か？一応忍者解除までね、ちゃんと警戒してたね、今ね。素晴らしいと思います、今の。はい、というわけで MI1 トップソン使いました。僕関数がね、これなんでしょうがないと思います。これが30とか28あったら多分強いと思うんだよね、本当はね。もうちょっといい武器になると思ったんですけど。まあなんか、うまいこと合成したところで、やっぱハンド抑制のいいとこ持ってこれないのが、かなり、ダメなとこかなというふうに思います。で、あと攻撃力、意外と高くはなったんで、41.4 もあるんだよ。ね。十分あるじゃん。ただ、そこを活かしきれない射程。これがもったいないな。あと、弾数がもうちょいあったら、ご了承できるかなとは思うんです。これが70%ぐらいあったらね、本当にご了承、50でもいいよ。ああ、ご了承できるんじゃないかなと思ったんですけど、やっぱ弾数も足んない。なんでこの武器が実在してるのかもちょっとわかんない。使っててそう思ってきちゃった。なんでこんな武器があんのってちょっと思っちゃうぐらいだよね。多分、どの時代でも弱えと思う。この性能を持ってたとしても。それぐらいひどいなって思いました。合成でどうにか下上げたかったけどね。より難しかったですね。はい。というわけでね、トップソン系頑張ってね、合成してあげたいなと思うんですけど、なかなかいいのが見つかないんで、いいのが見つかったらまたやっていきたいと思いますので、お楽しみにしてください。今回はここまでになります。お疲れ様です。